緑川作る VS 北斗健太郎。言ってはいけない言葉を言ってしまいました、ね。3分5ラウンド、3ノックダウンになります。もちろんこれ非常にありになります、ね。矢部さんはいかがでした？はい、僕は見られてるんですけども、相変わらずの素晴らしいクオリティの、はい、いやいや、健太郎ワールドらしいという感じでしたね。はい、まあでももちろんあれだけの男ではありません、北斗健太郎。ついにその強さというものがノックアウトのリングで明らかになるのか、それともそれが明らかになる前に終わらせるか、緑川作る。まあ非常に大きい選手です。北斗健太郎182センチあります。リーチもあります。まあ、北斗健太郎選手はですね、まあ、シュートボクシングで活躍しているんですけども、やはりこのキックボクシングルールでもちゃんと対応できますからね、はい、で肘もとても上手に打てますんで、もう緑川も注意したいですね。でやっぱりその緑川選手も北斗選手も非常にやっぱフィジカルが強いというイメージもあります、うんうん。まあ、緑川の売りは頑丈なところですよね、うん。緑川選手はこの前の、ロードトゥーノックアウト、石井さんのね、うん、セコンドについてくれましたよね、はい。今日もバッチリ自分の入場を完コピしてくれましたね。そうですか。はい、嬉しいことです。まあでもその石井さんのエキシビションを見て緑川選手もね、なんかその昔の若い頃の自分というものを、気持ちを取り戻したと言っていました。いいこと言いますね、はい。まだまだいけると。32歳の緑川作る、まあ、身長も10センチぐらい差があるので、うん、やっぱり緑川はパンチ肘を当てていきたい選手なので、この入りを早くしないとなかなか入らないですよね。まあ、なんかその70キロでは自分はそんなに背は大きくない方だから、まあ、慣れてるとはご本人おっしゃってますよね。基本的に自分より背の高い選手とばかりやってますんで、あと、まあ懐に入りやすいと言っていました。おお、強いですね、パンチ、北斗健太郎。北斗選手も本当にスタイルは正統派ですから、はい、うん。おそこら辺は矢部さんもよくご存知ですよね、はい、はい。ただもうその緑川選手のね、ここ最近のもう勝ちはすべて倒すという試合なんでね、もうしびれますね。昨年8月の、ね、シード戦もすごかったですね、緑川選手 ね、 で、 ね。でもうそれこそ本当に健太郎選手はね、シュートボクシングのチャンピオンですから、はい、シシド選手はね、シュートボクサーとして緑川選手に敗れてますから、うん、はい。ここはもうシュートボクシングとしてもどうしても倒したいというところだと思うんですよね。まあ、そして北斗健太郎選手はアンディ・サワー選手とやりたいと常日頃から言ってるんですよね、はい。でも緑川選手はそのアンディ・サワー選手に勝ってるんですよね。そうなんですね。いろんなその様々な因縁が交錯しています。おお、富澤。さあ長い、おお、いきなり右で入っていきました、緑川。序盤から狙ってますね、右フック、うん、はい。でジャブ打ちながら踏み込みで、踏み込みの早い踏み込みで右のフックを狙ってますよね。ここで第1ラウンド終了です。まあ、共に決定打がなかったように見えた第1ラウンドでしたが、うん、まあ、身長差ありますけど、緑川はそこまでやりづらくないんじゃないでしょうかね、うん。そんな印象を伺いますね。大地さん、いかがでした？そうですね、このまっすぐのワンツーですね、はい、まあ、ちょっと厄介かなっていう印象的ですけど、うん、緑川選手も同じ距離にいるにも緑川選手の方がパンチは入ってるんで、まあ今後多分それは距離は詰まっていくと思うんで。矢部さん、はい、どういうふうに見ました？そうですね、ただまあもうちょっとその健太郎選手はね、動いていかないと、はい、多分緑川選手はその捕まえやすいのかなという感じはしているので、ちょっとこう変幻自在というかですね、うん、動いていただければなんかもっと面白くなるかなという感じがします。第1ラウンドは3名のジャッジが10対10イーブンをつけました。これから第2ラウンドです。青コーナー北斗健太郎、赤コーナー緑川つくる。
どう打っていきますか。返していく。おっと、一気に懐に入っていく。あれですね、あの右フック、序盤右フックを見せといて、その下右のボディですね。今やっぱり緑川選手としてはその入り際に打って、まあ、強打をヒットさせるか、もしくは懐に入る、はい、同じ入り方をしてボディなのか上なのかって使い分けてますね。まあでもこの入り込むタイミングを読まれるとカウンターを取られる可能性もありますもんね。まあ、北斗健太郎選手がどういうプランを今回立ててきてるのか、まあ、今サウスポースタイルで、強打で打っていきます。いろいろやってますね、北斗選手。まあ、あの緑川にとってもですね、あのサウスポースタイルはそんなに苦手ではないので、ええ、多分どちらでも対応できると思いますよ。まあ、それは本当キャリア豊富ですからね、はい。まあ、緑川選手の戦い方というのはもう分かるんですが、この北斗健太郎はどんな戦いをこのノックアウトのリングで見せるのか。ですね、あのやっぱり左右に回るのもとてもいいことですね。緑川大きい選手相手するとやっぱ止まってしまうと、うん、あの大きい選手はやりやすいですから。まあ、でも今のところその北斗健太郎選手も緑川のスタイルに、まあ、やりにくさというか嫌な感じは見えてない気がしますけどね、はい。まあ、今なんかもね、あの肘打ち出してましたけども、おお、一気に入っていきます。ローキック一発では緑川を止められません。はい、おお、肘ですね。さあ、組み合って攻撃がないのでここでブレイクを取ります。さあ、ノーレジャン1分を切ろうとしています。第2ラウンドです。おー、ボディを持っていきます。ミドルカー、手数はミドルカー持っている。おー、しかし止まらない。まあ、でもあのローももらい続けると、おー、ボディから顔面に打っていきますミドルカー。まあ、ミドルカーはあのローキックは聞いたことがないと言ってますんで、でもそんなことってよくあのおっしゃってる方多いんですけど、はい、どうなんですかね。聞きますよね。本人が言ってるんだから聞いたことないでしょう。はい、アンツ、ただ聞いてなくてももらってるとやっぱり意識どうしてもしちゃうので、まあ、あと相手もリズム作れちゃいますね。そうなんです、そうなんです。まあ、前回昨年ノックアウトでね、マサ佐藤選手もローで倒れたことがないと言ってましたが、森井選手に倒されましたからね、油断はしなくてしてはいけません。やっぱ今の北斗選手強打ありますね。今の回転して、肘を打ったんですけど、まあ、それの後ちょっと緑川がドドドッとまっすぐ下がってたの で、ちょっと嫌だったのかなと思いますね、はい。でそこに綺麗にこうストレートを入れてきたんで ね、そうですね。矢部さん、いかがですか、北斗選手のここでのノックアウトの戦いぶり。いや、でもあの本当にひょうひょうと淡々とこうやっていく選手なので、はい、あれよあれよと、それがペースで掴んでいくので、左川選手もどこかで、ウィークポイントというか、はい、5ラウンドフルで戦うつもりでどこか作っていった方が攻略はしやすいんじゃないのかなと思うんですけど。あ、さあ、第2ラウンドは第1ラウンドと同じように3名のジャッジが10対10イーブンをつけています。はい、今のところポイントでは差はついていません、はい。ちょっと2ラウンド目緑川は1ラウンド目によくやってた踏み込みですね、思い切った踏み込みが少しなかったので、あれはもう3ラウンド以降どんどん踏み込んで出していった方がいいですね、うん。積極さというものが必要になってくるのか、うん、はい。うん、ちょっと距離詰まってきましたね緑川選手。でもおそらくこの北斗選手はこういったその、まあ、ひょうひょうとという表現がいいのか分かりませんが変わりませんね。まだサウスポーから変えたんですけどね、はい、そうするとなんかすぐに緑川選手がペースを握っているっていう、はいはい。緑川のパンチはもう全部入り方が一緒なんですよね、はい。踏み込みの入り方が一緒なのでボディが来るのか上が来るのか分からないですね。それがまあ一つ決定打となるようなものをもらってしまうと体の大きさでは上回っている北斗健太郎といえども、ああ、離れ際に肘を打っていきます。
その辺の組の展開の組み立て方も上手ですよね、北斗選手。さあここはブレイクとなりました。おお、ワンツー。さあ顔面に打っていきます。ボディ、長いリーチを生かして奥田健太郎。おっと膝、縦膝、肘。昨年8月のシド戦でもワンチャンスをしっかりとものにしました。緑川作る。緑川はまっすぐ下がらないことですね。バック肘、逆に北斗選手からしたらですね、緑川がまっすぐ下がった時はチャンスですね。肘、ちょっと距離感を掴んできたか。緑川作る。第3ラウンドも残り時間1分を切っています。カデンジャクーヒルボディ、ナイス。後ろ向いちゃダメだろ、後ろ向かない、ボディ。そこからフック狙ってるんじゃないですかね、ボディから。ガードが下がったところに残り時間3分10秒、解放がボディー手応えありましたかね。そうですね、北斗選手ボディー入れられてちょっと下がっちゃうんで、ちょっと印象良くないですね。やっぱしっかりやっぱ打ち分けるというのが重要だということが分かりますが、おー、今いいの入ったんです。ちょっと下がった、北斗健太郎下がった。さあ残り時間10秒切っている。北斗選手はあのまっすぐ系ですね、ストレートがすごくいいので、でちょっと近づきすぎちゃってるんですよね、打つ時に。まあ、ちょっと的確に与えられてないですよね、はい。さあこっち第3ラウンド終了、終了間際に緑川がラッシュを見せました。まあ、ラウンド中ああいうふうにちょっとラッシュ出してですね、いい印象を与えることってすごく大事なので、どっかでああいうまとめるところっていうのはまとめたいですよね。いや、北さんどうですか、はい、ここまで見て北斗健太郎選手。いや、ただものじゃない感はすごく分かりました。分かりました、すいません、ちょっと入場をけなしてしまって。さあ第3ラウンドは10対9、3人のジャッジが緑川にしました。さあそして北斗健太郎選手ね、これボスジムということで、セコンドにはね USC 選手の朱里選手が今日ついています。セコンドセコンドル。さあこれから第4ラウンド、第3ラウンドの終盤動きかけましたが、この第4ラウンドで大きく動くか。もういいですね。わあ、打ち合っていく北斗健太郎、ああ組でちょっと押されています。疲れましたかね北斗健太郎。もううまいですね、緑川選手。蹴ると見せかけて肘打ちですね、あれはでも距離掴むのすごく難しいんですけど、いい角度で入ってましたね。まあ、北斗健太郎選手が26戦、これが27戦目、緑川選手はこれが66戦目ですからね。キャリアは歴然としています。かなりやっぱ北斗選手も警戒しています、はい、そうですね、北斗選手ちょっと手数減っちゃいましたね、はい。もちろんまっすぐ系の攻撃を出せると、やっぱあれはそのやっぱボディが来るのか、その顔面パンチが来るのかが分からない、あの、同じ軌道の緑川選手が効いてるんですかね、精神的に、そうだと思います。北斗、はい、選手はやっぱりあの長い攻撃ですね、あの、遠目からの攻撃の方が、緑川はやりづらいと思います、はい。でもなんか詰めていってますよね、北斗選手。あの距離感だと緑川の方がやりやすいですね、あの近い選手の身長が低い選手からしたらですね、入ってきてくれた方がやりやすいですね。それを今選択している北斗選手の心理ってのは何なんでしょうかね。何かあの肘か何か狙ってるのかもしれないですね。 あとやっぱりちょっと緑川選手がそれをさせてないというところも大きいですよね、飛び込む距離感が怖いのかもしれないですね、身長差11センチを、まあ、存分に生かしているとは今のところ見えません北斗健太郎。
あとは北斗選手がサースポースタイルですね、左足を後ろにした方がなんかこう緑川が手数が出てないので、はい、サースポースタイルでやった方がもしかしたら北斗選手がいいかもしれないですね。ひょっとするとそのサースポースタイルをすることによって自分の良さが出なくなっちゃってるかもしれないっていうのもあるんですよね。そうですね、徐々にではあります。やっぱその北斗選手の輝きというものが逆にちょっと緑川選手の方が生き生きとしてまいりました、はい、であのようにですね少しこう緑川の攻撃に対して北斗選手がこう下がるような形で戦うとやっぱり緑川選手は、うん、あのやりづらいんですよ ね、 ね、ああいう風に入ってきてくれた方が緑川はやりやすいです、はい、ただちょっと突っ込みすぎなんですね今みたいな、うん、あのストレートすごくいいので、はいはい、ちょっと長めの攻撃で、はい、ちょっと距離を修正した方がいいですね。北斗選手はジャブストレートの距離みたいですね、うん、そうです。最初の頃は、まあ、前襟ロージャブと出していったんですが、あっという間に第4ラウンドも残り時間10秒を切っています。ポイントでは今のところ緑川が取っています。ここで、うんうん、第4ラウンド終了です。さあ修正できるか北斗、このまま押し切るか緑川。この後最終の第5ラウンドです。緑川からしたらですね、やっぱりパンチのお互いのパンチが届く距離でどうまとめられるかですよね、うん、この今の映ってるこの距離感ですね、はい、ここで どうまとめられるかがキーになってきますね。これから選手はやっぱ透明の距離から長いもう蹴りだったりパンチだったりっていう踏み込んでのストレートですね。大地さんいかがですか。そうですね、やっぱりお互い突っ込んでるんで一発緑川選手が入れたらその後詰まっちゃって組むしかなくなっちゃってるんで、そこからどう手数を増やせるか自分の距離を保てるかがポイントになってくると思います。北さんは第5ラウンドどんな戦いになると予想します。なんかもう北斗の毛なしかあっちゃーって叫んでなんかもう気合い入れてほしいですね一発一発ちょっと叫んでもらいたいです。あっちゃーっていうのは多分北斗選手もケンシロも言わないと思いますなんて言うんでしたっけさあファイナルラウンド始まりました。あそうですね、ちょっとやっぱもう押されてるということでポイントでは負けてるっていう多分自覚はあるでしょうから、うん、倒しに行かなくてはいけない健太郎。おお、いいですね。この後ですね。この離れ際ブレイクです。そして次の距離をどう取るか。前蹴り。緑川。北斗選手はパンチ打った後に組まれない距離感でどう戦えるかですよね。ストレート。ジャブですね。はい。ここでやっぱり組まれてしまって止まってしまうんで。ええ、まあ緑川選手にしてみれば。お。ちょっと組が多い、はい、なるほど。まあ、あの組んだ後にお互いに、ね、あの攻撃してればいいんですけど、うん、組んでちょっと休んでるような形になってしまうので双方にイエローカード注意が与えられました。湯川選手も攻撃しながら横に回るのいいですね、うん、あーそうです、うん、ここで下がらないで、はい、まとめたいですね、さあ北斗も必死になって攻撃を繰り出していきますがそれを止めていきます緑川作る。再び離れる打つ北斗、うんうん、距離を詰める。自分で距離詰めちゃってるんでもったいないですね、で必ずやっぱ緑川は距離が詰まるとスルッと横に抜けていきます。そして組まれても組んで時間を使います。最終ラウンドまもなく1分を切ろうとしている。残り試合時間1分、残り試合時間1分、飛び膝、北斗健太郎も膝をまじじと出していきますがまた組まれました。ここから距離を取ろうとしますが打ち合い上等の緑川、うん、おっと足が滑った緑川はここやめたくないですね、はい、パンチ出し尽くしてほしいですね、うん、残り時間30秒、距離を離してもうワンチャンス2チャンあるかどうか。
さあ打ち合う、スタミナも厳しい。最終ラウンド残り時間10秒、あとワンアクションか、はい、打ち合いに行った方がいいですよね。ルイカーはここで試合終了のゴング。試合終了です。判定に入ります。勝敗の行方は判定へ。さあこの判定、まあオープンスコアの時点では緑川選手が取っていますので、まあ、第4ラウンド第5ラウンドで何か差がつくかどうかなんですが、矢部さんどう見ましたか。いやそうですね、まあ、お互いの、まあ、技術というよりはもう意地が出たのかなというところでだったんですけれども、まあ、お互いなんかこうペースつかみきれずにっていうところかなっていう感じがしましたね。ぐーっと何か力が入る展開ではあるんですけども、その力のね解放のしどころがそうです、ね、ちょっと見つかりませんでしたが、集計の結果をお知らせいたします。ジャッジロパレスト49対48赤緑川、ジャッジ大谷50対48赤緑川、ジャッジ岡林50対47赤緑川、以上かけ3対0をもちまして勝者赤コーナー緑川スクール。フルラウンド戦ってジャッジは3名とも緑川スクールにつけました。3-0で緑川スクールの安定勝利です。石井さんいかがでした。まあそうですね、まあ、緑川にとってはですね、やっぱりこう打たれたと埋めたいという掲げてますんで、まあ、ここはちょっとね、KO 勝ちは欲しかったなっていうのは、先輩としての意見ですね、ここは。なるほど、はい、大地さんは。そうですね、まあ、ちょっとまあ、お互い意外とやりにくさが見えたのかなと思って、噛み合わない感じもやっぱあったんで、その中で距離が詰まっちゃって、ちょっとお互いもったいないところがあったかなっていうのが印象的でしたね。